タオルや応援グッズなどの手持ちアイテムを振り回す行為。ということで、対戦相手は皆さんもご存知、千葉ジェッツです。三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行、様の前でまあこういった、まあ、負けはしましたけど、こういったゲームを展開できたっていうのは、まあ、僕たちも一つなんていうんですかね、ステップアップしたところでもあると思うんですけど、やっぱりもう一つステップアップするためには、やっぱこういったゲームを次は勝ち切るっていうフェーズに入ってると思うんで、そこももう一回頑張っていきたいと思ってます。まあそうですね、決めるところでシュートを打てるところでシュートを打ち切って、まあ、メイクできたっていうのは自分としてもやっぱりいい点であったんですけど、やっぱりディフェンスのところで もっともっと、富樫選手にマッチアップしてたので、もっとあそこの得点を減らせればよかったかなっていうふうに思ってます。
まあ、2戦目ということでやっぱまあ相手も対策してくると思うんですけど、でまあ難しい、今日より難しいゲームになると思うんですけど、やっぱりなんていうんですかね、一つ一つディフェンスから、自分たちの持ち味はディフェンスからでオフェンスでまあ展開していくっていう、やっぱディフェンスにフォーカスして相手の強みを消して自分たちの展開に持っていけたらなと思ってます。